第3章、蘇我氏の台頭と滅亡。第1部、6世紀の政治。京太天皇と大友氏。6世紀前期は、京太天皇の下で大友氏が権力を握った時代です。京太天皇は天皇の親戚でしたが、非常に遠い親戚でした。自分が天皇になれるなんて思ってもいませんでした。しかし、 6世紀頭、ブレツ天皇が亡くなります。ブレツ天皇には後継者がいませんでした。このままでは天皇家が終わってしまいます。その時、大友の金村が、後の慶大天皇を天皇の地位につけたのです。慶大天皇にとっては、大友の金村のおかげで天皇になれたわけです。大友の金村を大事にします。 大友の金村は絶大な権力を握ることになったのです。大友の金村はミマナ4県のくだら割情をします。ミマナとは朝鮮半島南部に日本が影響力を持っていた地域のことです。大友の金村はその一部を挙げて賄賂をもらったと言われています。五二七年。 岩井は九州の大豪族で大和政権に不満を持っていました。その岩井に目をつけたのが朝鮮半島の新羅という国です。新羅は岩井に対して「大和政権に反乱を起こそうよ。新羅も味方するからさ」とそそのかします。当時新羅は朝鮮半島南部の茅屋 という地域を手に入れようとしていました茅地域は大和政権が影響力を持っていた地域でした白木は大和政権に対抗するため岩井を味方につけようとしたのです岩井の乱は大和政権の勝利に終わりますしかし岩井の乱を鎮圧したのは大友氏ではなく物部氏でした この結果、大友氏の力は弱くなり、物部氏の力が強くなるのです。蘇我氏 VS 物部氏。6世紀の中期は、物部氏と蘇我氏が権力争いをしていた時代です。祝いの乱をきっかけに、大友氏の力は弱くなります。代わって、物部氏が台頭します。 さらに、六世紀中期、金明天皇が即位します。蘇我氏のバックアップで天皇になった人物で、蘇我氏も対等するわけです。さらに、大友の金村は、未真な四県の九だら割上の際に、九だらから賄賂を受け取ったという疑惑が持ち上がり、力を失います。 金明天皇の頃に権力を握るのが物の部氏と蘇我氏です。蘇我氏の家来は朝鮮からやってきた都来人です。都来人たちは仏教を信仰していました。蘇我氏は仏教に賛成します。物部氏の家来は中富氏です。中富氏は神様の儀式を行う豪族です。 中富氏にとって仏教が入ってくることは邪魔なことです。中富氏を古文にしていた物の部氏は仏教に反対します。その結果、仏教を受け入れるか否かで、蘇我氏と物の部氏の間で対立が起こるのです。これを数物論争と言います。蘇我氏の独裁。 587年に陽明天皇が亡くなると次の天皇を誰にするかで蘇我氏と物の部氏が対立しますこの対立は戦争へと発展し物の部の守屋は滅んでしまいます蘇我の馬子は朱春天皇を天皇にして政権の独占をしていくのですしかし すし天皇は、ソガノウマ子の言いなりになりません。ソガノウマ子は、部下にすし天皇を殺させます。ソガノウマ子は、女性であるすい天皇んを天皇に立て、権力を強めていくわけです。